こんにちは、目黒区の自律神経救世主原町接骨院久松です。今回はですね、姿勢が悪くなると落ち込みやすくなるということについてご説明いたします。常日頃から姿勢を気をつけるというのは大事だとは言っているんですけども、姿勢が悪いとね、精神的に部分も下がってきちゃいますんで、そうならないようにご注意ください。猫背はね、もう精神的に落ち込みやすくなります。なぜかというと、まずお腹を圧迫してしまう、姿勢が悪くなって、あとは姿勢が悪くて猫背になると首から肩の緊張が強くなる。そして猫背になってくると呼吸も深くできない、呼吸も浅くなってきます。そうなると、自律神経のバランスが悪くなってしまって、自律神経のバランスが悪くなることによって精神的にも落ち込みやすくなってしまいます。ですから姿勢を良くするというのは非常に大事になってきます。姿勢を良くするために気をつけること、例えば椅子に座っているときに注意するのは、もうピシッと、ね、背筋を伸ばして胸を張るというのが大事なんですけども、てっぺん、頭のてっぺん、つむじの部分が天井に引っ張られているイメージですね。それを持つように座ると結構姿勢が良くなります。これは1つ目。2つ目は猫背になってくると肩が前に巻いてくる。そうするとこの前側の筋肉、前腕の筋肉が、胸から前腕にかけて筋肉が硬くなります。ですからそれを伸ばします。それはもういつもお教えしている前腕と大胸筋のストレッチが効果的です。手のひらを上に向けて壁につける、そして肩を前に出して、で反対側を向く。これを1分ぐらい左右やってみてください。そうすることにより胸の筋肉の緊張が取れて、肩が後ろに引っ張られて姿勢が良くなります。あともう一点、猫背の方っていうのはですね、お尻周りの筋肉も硬くなっちゃうんですよ。ですからお尻周りのストレッチもやってもらいたいです。どうするか、椅子に座って、足を組んで、でこの時に背筋を伸ばします。お腹丸まらない、背筋を伸ばした状態、背筋を伸ばした状態で体を前に倒す。そうするとお尻の筋肉がすごく伸びます。これを1分終わったら反対も乗せて、背筋を伸ばした状態で前に倒す。これを1分やるようにしてみてください。そうすることにより、猫背解消され、姿勢が良くなってきて、気持ちも落ち込みづらくなります。またもし気持ちが落ち込んだなと思った時は、姿勢を良くする意識を持ってもらいたいので、今のケアをして背筋をピシッと伸ばすようにしてみてください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。